噂。噂は、その内容が事実であるかどうかを問わず、世間で言い交わされている話のこと。類義語として、非語、非語、ゴシップ、デマ、流言などがあり、それぞれ、下項で紹介する。非語、非語、非語も、根拠のない無責任な噂を意味する言葉で、流言と合わせて、流言非語、流言非語という四字熟語を構成する。ゴシップ。 ゴッサップ、ガサップとは、巷で伝聞される、興味本位の噂話のことを指すが、特に、マスメディアにおいては、芸能人などのゴシップを、不祥事、集文を意味する、スキャンダル、スキャンドル、スキャンドウという表現で伝えることが多い。この類のネタにした記事を、ゴシップ記事、さらにこのゴシップ記事の類を多数掲載している、新聞、雑誌のことを、ゴシップ誌と呼ぶことがある。 デマとは、デマゴギーという、噂や流言はしばしば、前者の意味でのデマゴギーだったのではないかと捉えられる、ことがある、陰謀論の項も参照。1990年代後半以降は、インターネット上のブログや、電子掲示板などから拾るケースも増えている。流言とは、正確な知識や情報を得られず、明確な根拠もないままに広まる噂のこと。俗説、風説。 流雪とも言う。ある一部での話が連鎖的に広まり、それがやがて全体に広がっていく形態をとる。白川聖によれば、中国の古代の歴史書書教に、すでに流言の例が見られるという。日本での流言の古い歴史は1600年頃まで遡る。日本国内で最も広範に広まった流言に、オイルショックによるトイレットペーパー騒動がある。 1973年10月、第4次中東戦争により OPEC 加盟6カ国が原油価格7割引上げを決定すると第1次、石油ショックが到来し、通産大臣だった中曽根康弘は10月19日に紙などの節約を呼びかけたが、この頃から紙不足になるとの噂が広まった。<music> 1973年11月1日午後1時半頃、 大阪千里ニュータウンの大丸ピーコックストアの宣伝用の特売広告に激安の販売によって紙がなくなると書いたところ突然300人近い主婦の列ができ2時間のうちにトイレットペーパー500個が売り切れた当時は第4次中東戦争という背景もあり原油価格の高騰により紙が本当になくなるかもしれないという不安心理から 各地で噂が飛び火し、行列が発生したため、マスコミにも大きく取り上げられ、混乱は全国に連鎖的に急速に拡大した。影響は紙だけでなく、洗剤や砂糖などの他の日用品にも波及した。高度経済成長で大量消費に慣れていた人たちが、初めて物不足の恐怖に直面したために起こった騒動とも言われている。ただし、原油価格の高騰と、 商品全般の価格高騰に関係はあっても、もともとが原油と紙との製造、流通過程における直接的な関連はないのでこの流言がなければ過剰な需要による品不足になる可能性は低かったと考えられる。九百七十三年、愛知県小坂井町、現豊川市を中心として騒動となった事例。女子高校生たちが国鉄飯田線、当時の車内で、 自分たちの就職先の話をしていて、豊川信用金庫が就職先としてどうであるのかという話で盛り上がっていた。内容は他の高校生がただからかうだけで豊川信用金庫は危ないよと話していた。金融機関を狙う強盗による繁盛の危険性を指しての発言だったらしい。なお、その時点では豊川信金は経営的には安定していた。 この女子高校生の話を本当にうのみにしてしまった高校生が親に就職の相談を持ちかけ親は豊川新金小坂井支店に預金があったため急いで預金を下ろす準備をしたそしてその行動が街中に広がり豊川新金は全体として約2 0億円が引き出されて活が一時的に不可能になってしまった取付騒ぎ 1923年9月1日の関東大震災発生後、実際よりも大げさな朝鮮人、厳密には大韓帝国は1910年で消滅1945年に解放されるまで日本領となっていたため、国籍上は日本人であったによる略奪や暴徒化に関する流言があった。当時は報道手段が新聞や週刊誌、 ニュース映画しかなかったため、ラジオ放送開始は、大正末期の1925年である、一般市民が新情報を入手しにくく、流言が広がりやすい環境下にあり、またそれ以前から3.1運動により、朝鮮半島出身者が治安上の脅威と考えられていたことによる。詳細は、こちらを参照。その時に流れた主な噂を以下に示す。具体的な情報ではなく、 平時では、ただの噂で終わるが、震災による極度の混乱と、日頃から異国人である朝鮮系に抱いていた恐怖心や憎悪、別死などが重なり虐殺事件へと発展した。震災後の混乱に対する自力救済のため各地で結成された自警団により、不定先人と間違われた、無関係の朝鮮人や日本人、中国人も含む多数が殺害された。 多くの朝鮮人が各地の警察署に保護され、難を逃れた。埼玉県本庄町の本庄警察署では、警察署を襲撃した民衆が、朝鮮人を殺害した事件が発生している。流言の発生源の一つは警察を統括する、内務省であったとする説、横浜市の右翼団体、立憲労働党総裁、山口正則が発生源であると研究している本もある。また、 何者とは分からないが、横浜方面で発生したものであると記述されている。本もある。このように、関東大震災時の流言に関しては、その直後から各種の調査や交渉が行われているが、詳細な経緯については、不明な点が多い。2011年の東日本大震災でも多くの流言が発生している。チェーンメール、チェーンメールが招いた悪影響を参照。 この地震に起因する流言を分析した松永秀明によれば震災発生後1ヶ月で80個のデマが広がり、大別して11種類に分けられるという。内訳は情報の混乱によるデマ、科学的、医学的知識の欠如によるデマ、疑似科学を含む変更報道による、マ、政治家を貶めるデマ、外国の支援を政府が妨げているとするデマ、政府批判デマ、 その他企業、個人を批判するデマ、人種差別デマ、日本ユニセフアグネスちゃん、日本、従事者を批判するデマ、被災地の誤報、好意的すぎる予断、シャレがデマとかしたデマなどに分けることができるという。特に、この地震のデマは、ツイッター上で流れた不正確な情報を大量にツイートする人がいた、ことから広まるケースが多かった。さらに国内マスコミに、 不信感を持つ人々が海外メディアの誤報をインネットに転載したためデマに拍車がかかった。外国メディアの中には福島第一原発では核兵器開発が行われていた東日本は今後300年焦土とカすなど珍妙な報道をするものもあった。東北学院大教授の各はじめ館が2016年9から10月に仙台市青葉区宮城野区 若林区に住む20から69歳の日本国籍の770人から取ったアンケートによると51.6%が被災地で外国人の犯罪があるという噂を聞き聞いた者の,のうち信じた者は86.2%だったその一方で外国人犯罪を見た者は0.4%外国人犯罪ではないかと思われる現場を見た者は1.9%だった 情報源、複数回答は68.0%が、家族や地元住民による口コミ、インターネットが42.9%であった。年齢や性別で大きな差はなかった。宮城県警は流言を否定するチラシを避難所に配った。各始め官はじめ館は災害教育にデマ対策も位置づけるべき、と述べた。流言の発生は、 情報の重要さと情報の不確かさ、嘘と本当の間に極大値を持つの席で与えられるとされる。流言や噂が発生する動機は曖昧な状況に対する主観的解釈、事故の内的世界の投影であり、発生そのものを抑止するのは原理的に困難である。さらに、流言が発生するには、ある条件を満たしているとより広がりやすくなる傾向があるとされる。 噂が広がる要因の一つに、話をする人が挙げられる。その人に信用がある、または情報をよく知っているなどの条件が重なれば、聞き手は、それが本当であると信じてしまう、検証せずにうのみにてしまう、次々と伝播していく。さらに、これはためになると思い込むことから、良かれと思って、イコール善意で、自分の周囲の人や知人に広く伝播させてしまう、傾向が強い。 パソコン通信時代、ラニ、ウイルスが混入、地方から、アタリアグループが、輸血で必要なため B 型 RH マイナスの人を、探していますなどといった書き込みが伝播したこともある。いずれも、善意の情報を装ったものであり、後のチェーンメールのプロトタイプとも言える。流言の伝えて、受け手側の心理的な要因として、不安と批判能力が重要である。一般に、 人々の不安が高い状態、例、災害発生直後などでは、流言に対する批判自制が高くなり、流言は受け入れられやすくなり、また伝達されやすくなる。また、受け手側でも、不安が強い人ほど流言を信じやすくなるという傾向が見られる。一方、流言を受け取っても、批判能力の高い人の場合には、他の情報源にあたってチェックするなどの、 情報確認行動を取ることにより、真偽を見分け、流言の電波を食い止めることができる。1938年10月に、アメリカで SF 宇宙戦争のラジオドラマ放送をきっかけとして起こったパニック騒ぎでは、批判能力の低い人ほど番組で連呼された火星人襲来。を事実と勘違いして、パニックに陥りやすかったという調査結果が報告されている。 実は聞いている放送を他局に変えれば、そのような事実はないことがすぐに確認きたのである。また、社会的情勢が不安定である場合、噂が広がりやすいとされる。例えば、石油ショック、不況といった何らかの社会情勢の不安定化、大地震などといった、天変地異、伝染病の流行などがその契機になると見られており、人間の危機や不安に対する自己防衛本能、 最悪の場合を想定して、それに備えようとする本性との関連が指摘される。噂を抑制するには、当事者以外の信頼できる、第三者によって正しい情報を報じる方法が有効とされており、観光例のような言論統制は逆効果になる例が多い。しかし、人には、つまらない事実よりも、面白い嘘を好む傾向があり。 噂の性質によってはこの方法にも限界がある。デマが犯罪の構成要件に該当することがある。人の信用、支払い意思や支払い能力に対する社会的評価を低下させる危険性を作り出すような拒絶のルフ、デマ等は信用基存罪、刑法、第233条に問われることがある。なお、金融商品取引法、求証券取引法にも 風雪のルフでの処罰規定がある。また、虚偽の風雪や偽形による業務の妨害は、業務妨害罪、刑法、第233条234条に問われることがある。2016年4月に発生した熊本地震では、動物園に関するデマ情報をツイッターに投稿した、神奈川の会社員の男が動物園に対する業務妨害罪で、熊本県警に、 逮捕されているこの他人の社会的評価を低下させるような危険性を生じさせた場合には名誉毀損罪に問われ、うる、成立要件につき名誉毀損罪を参照。2017年6月に神奈川県内の東名高速道路で発生した、いわゆる東名煽り事故をめぐり、事件とは無関係の会社をインターネット上の書き込みで中傷したとして、 福岡県警は2018年6月に11人を名誉存在で書類送検した。中国では大地震について流言を広めた者は処罰されており四川大地震のネット書き込みで17人が処分されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。